先日、あの、対談をする予定だった長島一茂さんっていう人がいるんですけど、長島一茂さんって、なんかまあ父親があの、プロ野球選手の長島茂雄っていう人で、国民栄誉賞とか取っていて、まあ野球選手の中では多分日本の野球の歴史の中では必ず名前が上がってくる人なんですけど、あの人の息子さんで、ただ、一茂さんあんまり野球やってなかったんですよね。大学入るぐらいまでやってなかったけど、なんとなくやってみるかっていうので、なんか立教大学かなんかで、あの、やってみたら、結構うめえってことになって、プロ入りしたんですよ。 で、プロでも活躍したんですよ。ただ、長嶋茂雄ほど活躍しなかったので、プロ野球を辞めて、その後、空手を始めて、なんかね、2回ぐらいね、優勝してんですよね。極真かなんかで。まあもちろん黒帯で。野球やってみたらプロになっちゃうし、じゃあ俺、空手やるわーっていうと、あの、空手の大会で優勝しちゃうんですよ。っていうのがあって、あの、運動能力、普通に何やっても高いんですよ。